2023年公開、旧ジャニーズ主演映画20本まとめ。長瀬廉は初動の興行収入で岸優太に敗北、11月14日最新2023年旧ジャニーズ主演映画、スノーマンメグ目黒ン、私の幸せな結婚が大ヒット。すでに公開済みの映画の中では、東映70周年記念作品として制作された木村拓哉主演の、レジェンドバタフライ1月27日公開が最も、 対策だろう木村は同作で戦国時代の武将織田信長を熱演した。ヒロインは国民的女優綾瀬はるか、監督は劇場版「流浪に献身」シリーズを大ヒットに導いた大友啓視し、脚本はこれまた大ヒットシリーズ、コンフィデンスマン JP フジテレビ系や今年の NHK 大河ドラマ、どうする家康の小沢良太氏で、総制作費はなんと20億円。同作の PR のため、木村と伊藤英明、 家臣の福富平太郎定火薬は昨年11月に行われた岐阜信長祭りの騎馬武者行列に参加この日だけで来場者は16万人に上り岐阜市の人口約40万人を上回ったと大きな話題となったこうした PR の会あってか公開初週の映画ランキング工業通信社による全国週末工業成績では1位初日3日間の工業収入は4億9700万円を記録 しかし、最終工業成績は24.4億円と、制作費を過労うじて回収できた程度であったため、大成功を収めたとは言い難い作品だろう。